メだな。いやね、ありがたいんだよ。一人でやる。一人でやるのも、ちょっとしたこの。まあいいや。できるでしょ、とりあえずは。確かに。そうそう。え、いい。あ、こんな違うんだ。なんかまとめるとこれぐらいになるかな。バイク、本当バイク用の。これじゃん。また使うべきこれじゃん。本当はね、だけど売ってないからもう。そっか。モドキは売ってないんですか。モドキは安くて、いろいろ売れる。本物はね、今もう。この時期はもう絶対買えない。でも製造してないってしてるんだけど、たまにも人気で。え、めっちゃいい。なんか布のしなり方とかもすごいちょうどいいし。そう、絶妙なんだよね。すごくいい。ずれちゃうね、角度がね。そう、なんかすごい気になってる。あー、なるほど。そういうところのなんか作りが、作りがね、あの、あー、こうやってフライパンに、そうか、そうか、そうか、すごい、うん、いいね、こう無駄がなくてさ、手の動きも切ってなくて、そう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 、あ、いいね、やっぱ現場に出ないとダメですね。ダメだよ、やっぱ現場ですよ。本当に現場力。伊藤さんからね。じゃあ1個目で。多めに入れてきますね。1個目で。僕結構もう食べたんで。太いやつ2本ほど食べた。じゃ
味みたいな。いやだけどね、ほんとすごいよね。いえいえ、ほんと一人だからね。でもほんとなんかもういろんなとこ行って、どんどん上手になりたいなって。そう、いやもう楽しみにしてる、あの、たっきりしてる玲子さんも、ほんともうイメージできるもんね。巻きを作ってて、そうそうそう、そうそう、巻き割ったりとかね。そうそう、巻き割ったりとかさ、そうさ、やってそうだもん。年内にはいけるんじゃないかな。年内、あと半年か。あと半年か、うん、いける。でも冬キャンプもね、そう、冬こそね、焚き火とかいいですね、うん、ちょっと火力強いかな。強いですね。ここ風下だからよくわかんない。暑いですか。煙がすごい。ブルーチーズでいきます。バターをね。難しいよね。そうそう、ご飯。いい感じに焼けてんじゃん。というか、いい感じで焦げてる。いい感じで焦げてる。いい感じ、いい感じ。え、反対は？反対は？動かしてね、均等にこう。動かしてあ、でも結構このさ、うん、なんだっけ、このホットサンドメーカーはさ、うんうん、潰れないタイプ。あ、そう、これ潰れないタイプなんですよ。ね、そうなんですよ。うん、そうなの、そうなの。いいかもね。結構中に結構いろんな具をたっぷり入れれる感じで。そう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 。まあいいかもしれない。うん、じゃん。だからの、何を考えてもいい、なるべくスマホを触らないっていうの、うん、ほうほう。ちょっと撮りますね。はい、はい、あー酔っ払ってる。ちょっとまだ飲み足りないじゃないですか。飲み足りない。ちょっとコーヒーあるよね。コーヒーお疲れ様です。お疲れ様でした。うん、どうでした？あの初めてのキャンプ。いやー、あっという間でしたね。うん、なんかもう手探りながらも、うん、もうすごい楽しめました。楽しめた、うん、何が一番楽しかった？お料理。料理と、あとやっぱり、あの、私、タープ張るのが好きかもしれない。ほう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 。そう。なんかね、うん、ピーンと張らないとダメな人みたいで。うん、まあそうだよね。綺麗に。綺麗に貼れた時のさ、ね、あの気持ちよさね、達成感、達成感ね。そうなんですよ、うん、まあもうね、うん、このトークなんて僕のタープ見せれないんですけど、ね、うん、でも本当リゴローベースめちゃくちゃ気持ちいいですもんね。ああ、いいっしょ、いいっしょ。すごい居心地がいい、こうね、うん、やっぱね、こう天気のいい日がエアリーに、うんうん、ね、そうそう、すごい開放感が、うん、そう、うん、ね、まあとりあえず乾杯しましょう。コーヒーとね、チューハイでレモンサワーだね。お疲れ様です。お疲れ様です。なんだよ、飲みやがってっていう顔してますけどね。いいなって、うん、帰ったらもうがっつり、ね、帰ったらがっつり飲む、うん、はい、ね、また帰ってライブの準備して。ね、頑張ってください。で、
あのやっぱりねこう初めてのキャンプということで、こうどうしてもこのねこう実際やっぱりこうイメージと実際この現場に来て、来てのそのいわゆるギャップであると思うんだけど、ちょっとねこう実際現場に来てみて気づいたこととか、ありましたね、やっぱりこう、道具はちゃんと家でね、練習した方がいいそうね、コーヒーとかね、そう、コーヒーとかね、ちょっとバーナーのトラブルもあったの、実は、なんかそれが壊れてるのか、それともそういうものなのかっていうものも、なんかこう現場に来ちゃうと分かんない、分かんないよね、まず一回家で試されたほうがいいと思います、本当に、の方がね、一通りね、だってね、昨日寝てないんだよ、そうなの、すごいよね、いやもうドキドキしちゃって、いや任せだなと思って、ね、いや絶対寝ないとダメなの、いやいやいや、もうないつぶりか分かんないですよ、こんな、寝なかったの、寝なかったの、昨日だってライブやっての今日だもんね、今日実はここ8時集合だったんだね、そうもうあの ね、あじゃあすごい疲れてますね、なんか野菜をね、実は私カットして持ってきたものがあったんだけど、やっぱカットしないで持ってきた方がいいですね、おお、なぜ、水が出ちゃう、そうだし、鮮度が全然違うと思った、だから使う量だけカットして持ってくるが一番いいなと思う、そうだね、そうだね、確かに、あと食材の量も難しいですね、本当大好きなんだね、この虫そうです、大好きなんかね、多く持ってきすぎちゃったなって思った一番このアイテム大好き、このアイテム使えるなと思ったのは何？ホットサンドちょっと待って、ホットサンドホットサンドメーカーと気に入ってる、しかも外の、外のね、あれの何がいい、あのロゴが入ってなくて、本に刻印されない形で、まあ刻印されても可愛いと思うんだけど、刻印されない分デコボコがなくてフラットだから、それで例えばなんかこう目玉焼き焼いたりとかフライパン代わりにもなるし、なんかすごくホットサンド以外の用途が広いなって、めちゃくちゃ使えるって思って、じゃあ今後もじゃあキャンプは引き続きやっていこうと、やっていきたい、どんどんグレードアップしてね、グレードアップとかバージョンアップして、そうそうそう、なんか気楽にやりたいですね、そうだね、いやでもそうだった、もっとねなんかこう、どうしようどうしようみたいな感じになると思ってたんだけど全くそういうのはなくて、もう淡々とタープを立ててね、ね、やっぱり棚とかもすごいよ、でも疲れるっしょ、キャンプの、いわゆるその何持っていくとかさ、もう頭すっごい使いました、そうだ、なんだろう、なんかいい疲れだったんだけど、すごい楽しみだったから、すごいいい疲れなんだけど、もう何時間かかったかな、準備だけに、まあいろいろとね、今後も、だから、ね、いろいろ試して、そう、自分のスタイルをちょっと見つけて、楽しいよね、キャンプね、今日、道志の森キャンプ場からお届けしました、中玲子さんでございました、どうもお疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました、気をつけて、はい、では、お疲れ様です、お疲れ様です。